はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、まあ、ちょっと横に画面映っておりますが、ガジェさんと一緒にですね、山梨にございます花藤食堂さんというね、まあ、ガジェさんがよく来ているお店さんがありまして、注文した、ね、メニューすでに到着しておりますが、今回僕はですね、ポークガーリック定食というもう見た目からしてね、めちゃくちゃうまそうな定食なんですけれども、こちらのお店さんですね、何盛りからヤバ盛りまで4種類ほどサイズがございまして、今回はですね、ヤバ盛りの定食を注文させていただきました。まあ、それと、汁物としてですね、チャーシュー麺も注文させていただきました。で、まあ、僕のもやばいんですけれども、ガジさんのもやばいので、ぜひね、動画ご覧ください。じゃあ、ちょっといただきます。ポークからかな、こんな感じですね。これがガーリックポークでございます。柔らかい、うまい、うまい、うまいでしょこれ、うまい大好きなんです。うまい、うまいけど、人生で一番こんな綺麗な漫画盛り見ましたね肉の意識がこっちに持ってかれるぐらい盛りがすごい、うん、うまっ、めちゃくちゃうめうまっ。ちなみにこれ千切り半玉ぐらいありません？普通にありますね食べてくるにつれて一玉分ぐらいに感じるような、うんちなみに小鉢も今日いただいておりまして、お漬物、冷ややっこ、これきんぴらごぼうかな。ラーメンもいっちゃうか。うわ、またラーメンうまっ。いや、ちょっとこれめっちゃうまいじゃないですか。うわ、このスープたまんねえな。最高だな、これ。うん、うまっ、これ一生食えるな。これキャベツと一緒にいっちゃっていいですか、これ。うまそう、うん、うまっ。うん、やばい、ありがとう、ちゃん、やばやばいっすね。今向こうのテーブルのお客様でチャーハンのね、ヤバ盛りを注文されてる方がいらっしゃるんですけど、お店さんは 3.5 キロってことなんですけど、パッと見はね、マジで 4.5 から5ぐらいはありそうな確実に4ありますね。すっごいわ、ここのお店もう本当にオープンからもう満席になるぐらい超人気店でして、なんかね、来たくなる気持ちはめちゃくちゃわかる来たくなっちゃう。うん、うまっ。うん、すごい、驚くほど減らないちょっとね、麺だけ先に食べないと伸びちゃうんで、麺だけ先に食べて残りのね、汁を、まあ、スープもの、汁物としてね、いただきたいと思います。うん、
こういう料理のこの千キャベはさ、汁に浸してこれとね、肉と一緒に食べるとまたうめえんだわ。うまそう。すげえうまいですね。肉肉しくて、ミチッとしたね。そう、ミチッとして、あの脂身もサクッと噛み切れる感じ。今ね、結構食べ進めまして、やっと普通のお店でいう特特特盛りぐらいになったかな。今絶えず止まらず20分ちょっと、まじ一口ずっとこのカッカッてサイズで食べてるけど、なくならないから。これは麺も？なんだ？パスタだ。あ、パスタ。パスタだ。パスタだ。美味しい。いつもよく食堂に乗ってる。うん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 。あれのなんつうさ、レンゲバー。うん。これむずいな、あの千キャベの配分。結構食ってるんだけどな。ちょっと追加のドレッシングいただきましたんで、ここでよっ、ちょっとかけさせていただいて、うまっ。何、急にドレッシングおしゃれ、なんかオレンジドレッシングみたいな。パスタ食ってこれ食ったらようになりましたよ。うまっ。今ね、ちょっとパーッと見てたら、僕の目の前にね、こんな感じで多分、夏限定のメニューだと思うんだけど、冷やし担々とか冷やし中華が始まったみたいで、ちょっと食いたいですね、冷やし担々。まあ、そうじゃないですか。言っちゃいますか？いや、今日じゃない。今日じゃない。今度。行為でもうずっと映ってると思うんですけど、画角内にノンアルをね、いただいてるんですけど、これのせいで食べられなくなったら怖いから、2人ともね、今開けられてない状態。ガジさんもあるんだけど食後に飲みましょうか。危ない怖い、これで食えなくなったらやばい。なんかこのナポリっていうか付け合わせのパスタありがたいですね。ナポリっていうかちょっとしたアラビアータっぽい香辛料の香りが入ってる甘めのポーク食べて、これ食うとめちゃくちゃいい。でもやっぱ改めて見るとメニュー数がすごいですね。基本これ全メニュー対応できる感じなんですね。麺類からご飯物から定食から。これなんかできれば大食いメンバーで、まあ、その同時じゃなくてもみんなで全メニュー攻めたいですね。うん、リレー形式、リレー形式で。でも正直本当に最初花藤コロッケ定食気になったんですよ。でもこの山盛りご飯にコロッケは死ぬなと思って。4枚っていうのが怪しいね。4枚っていうのが怪しい。1枚どんだけでかいんっていう。コロッケ単品で注文できる。お願いしていいですか、はい、やった、いやちょっともう気になったもんね。さすが大食いの人は違う。なんか煽られてんだよな、さっきから。じゃあコロッケが来る前に完食はしないと。お腹いっぱい。俺も。
うん、いやすごいな。もうこの活動僕7年目ですけど、まだまだ世界にはこんな知らないすごい店があるんだなって思いますよ。もうね、あの撮影時間が結局50分ぐらいになってるんで、多分コロッケ来る頃にはカメラのバッテリーが持ちません。なので、今日の動画はこれを食べ終えてコロッケの大きさだけ皆さんと共有して終わりたいと思います。うん、でかいでしょ。え、一人前。一人前。とんかつ屋さんのジャンボとんかつよりでかいかな。でちなみにこのコロッケ定食になって、それがヤバ盛りにするとこのコロッケが4枚つくらしいんで、無理ですね完食は。その場合じゃあこのガーリックポークはこれで最後です。あ、でこっちのチャーシューと、うん、はあ、ということでただいまですね、ガーリックポーク定食のヤバ盛り完食しました。チャーシューメモか。お疲れ様でした。ということでですね、本日はこの花藤食堂さんで一番大きいサイズですね、ヤバ盛りという、サイズの定食メニューをいただいてまいりましたが、あのね、これを見てもらって分かる通りパンパンです。あら、やばいです。もちろんですね、持ち帰りはできますが、一人とか二人で住んでる方がヤバ盛りとかをね注文された場合、おそらく多分食べ物が傷む前に食べきることは難しいぐらい、もう本当にとんでもない量なので、しっかりとね美味しく食べて、美味しい状態のまま持ち帰りしてもね食べきれるようの、無理ない程度にね、注文していただいて、皆さんもですねこちらの花藤食堂さんの、美味しい料理をね食べてみてください。ごめん、正直に言うわ、コロッケは持ち帰る無理。ちょっと1個だけ食べましょうか、せっかくなんでね、出来たてを。ちょっとこの端っこね、でも端っこでコロッケも普通の。あー、おいしい、うまっ。あの芋も千じゃがぐらい甘いけど、コーンが入って、あの昔ながらの美味しいコロッケ、これこれもうサクサクだし、うまっ。だからもう本当に無理なんで、残りは持ち帰ります。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、こちらはですね合わせて概要欄からチェックしてみてください。最後は乾杯しておりましょう。お疲れ様でした。あー、うまい。じゃあね。はい、ということで本日の花藤食堂さんいかがだったでしょうか。本当にこちらのお店素敵、料理もね美味しいのはもちろんなんだけれども、おかみさんやお店の方で、それ以外のこの普通のねいらっしゃっているお客様、これやっぱりねそのお店のおかげというか、そういう部分もあるのか、みんなが素敵、ほんわかしたね、なんか幸せであったかくなるお店さんでして、もうね行きたい、また行きたい、本当にねそんな風に思わせてくれる山梨の名店でございました。で今日のねちょっと雑談コーナーなんだけれども、先日ですねツイッターの方にて投稿させていただきました、高速をね走行してる最中に僕の車のタイヤがバーストしまして、本当にね一瞬あ終わったって思うぐらい、本当にそんなねアクシデントでございました。僕の車自体はですねまだタイヤも古くないので、溝が半分以上生きていたりとかで、タイヤのね空気圧もこう夏になってくると膨張したりとかして危ないから確認しとこうと思って 1,2 週間前にね点検したばかりだったので、まさかこんなタイミングでねタイヤがバーストするとは思っておりませんでした。正直ちょっと原因が分からずでして、とりあえずその劣化でどうとか
状態が悪くてどうとかでバーストするってことはまずないような状況でしたので、おそらく何か踏んだりとか、傷がついた状態だったのかなと思うんですけれども、いくらねこう点検とかしっかりこう準備をね怠らずにやったとしても不測の事態ね起こるかと思います。これからですね夏休み等が始まったりとかで外出する方もね多くなると思いますが、普段あんまり運転しないよとか、久々に車乗りますみたいな方も結構増えてくると思いますので、念のためにですね遠出等する場合は皆様も事前にねしっかりと点検怠らずに、やっぱり、ね、帰ってくるまで無事にね、旅行をするのはやっぱり一番楽しいと思いますので、皆様もですね、こう体無理のないようにというか、怪我のないようにですねこの夏を楽しんでいただければと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。